今回は塾経営に悩んでいる方の相談を原田さんにお答えいただきましたはい、皆さんこんにちは今日はちょっと真面目な話をしますある知り合いの方がある会社の社長なんですけどそこの息子さんが塾を経営されているこの塾の出店計画について質問を受けたんで あ、これいい事例だなということで取り上げたいと思いますっとですね。まず質問のきっかけは塾を出展するのに明大前明大前というのは確か私の理解では京王線と井の頭線が交差しているハブ的な駅だというふうに理解していますそれからその藤見ヶ丘というのは確か井の頭線の一つの駅ですよね どちらがいいかって話で当然明大前は家賃も敷金も非常に高い競合他社もたくさん周りにいるという激戦地区です富士見川岡はそんなに競合他社が近隣にそんなに密集しているわけではないということなんですが結論から言いますと私の提案は富士見川岡なんか行っちゃダメですよ絶対に明大前ですなぜかっていうのを理解してもらうために一般的な考え方を先にお話しします マクドナルドの出展計画の時どう考えるかっていうことですが横軸に競合が非常に厳しい縦軸にその市場の成長性というこの2軸で考えると非常に競合が厳しくて成長性が高いというと右上ですね競合が厳しいけど成長性がないところがありますねここんななところに行く人いないわけですよね。 じゃあ競合は非常に少ないだけど市場性成長性もないこんなところに行く人いないです競合が少なくて成長性が高いというところが一番いいというのは理屈であって現実はそんな場所があるわけないですそんな成長性が高いところにはもうみんなが進出してますからいずれにしても右上の競合が厳しい成長性が高い市場性が高いこんなところが一番現実的です じゃあ命題前っていうのはなぜ私が進めるかまずハブですから顧客接点がはるかに違うじゃないですか見と命題まではじゃあ家賃が倍だとします。倍でも顧客の人数っていうのは倍以上ターゲットのお子様が倍以上そこを通る塾に通ってくれるとすれば家賃が2倍であってもそっちの方が売上対比で家賃のコスト率というのは低いっていうことになるわけです。 子どもの人口というのは少子化ですから増えていかないということですねだからこそ証券が広いところからも来てくれるような交通の便のいいところじゃないと集客にならないんですよしたがって少子化だからこそ二極分化していく本当にお子様が通学通塾に便利な場所または不便な場所どっちに行くかって言ったら絶対便利な場所に行きますよ しかもですね子どもの生活を考えてください子どもの過処分時間っていうのはやっぱり文字通り過処分ですから原価がありますねその時間をどのように子どもが使うか親が使わせるか一番大事なことは学校の宿題をやることですその次に塾に行きますその次にスポーツ習い事を一つやります時間が余ったらそれ以外に何やるかな英語かなピアノかなという風に 優先順位を考えてやるわけですねその時にですね学校から家に帰って宿題をやってまた塾に行くっていうこの行動パターンこの移動時間っていうのはどれぐらいかかるかと考えると学校の帰りに塾に行く終わったら帰るという,こう無駄な行動パターンを取らなくていいというものも箇所分時間の価値を上げるっていう大事な視点ですもっと言うとですね 私がベネッセ時代に岸上寺駅前のベネッセの教室をですね東京個別指導学院とベルリッツイングリッシュキッズこの二つはバラバラにあったんですよ過去はねそれを一つのビルの一つのフロアに入れてしかも自習室を設けるとやると子供は学校の帰り岸上寺行って自習室で宿題やって個別指導学院を受けて英語を受けてお母さんが一回 迎えに来れば便利だということですごい非常に集客力が上がったんですねというようなことを考えてですねあの家賃の高い低いだけで <laughs> 判断するんじゃないよとそれとね塾の経営だけじゃなくてこのビジネスというのは顧客獲得率と顧客継続率この二軸で考えなきゃダメですいけないですね。継続率というのはずっと続けてきてくれる学習塾もそうトレーニングジムもそうですエッセもそうです マクドナルドは顧客獲得率と購買頻度で見るわけです。一月に何回買いに来てくれるか。この二軸をそれぞれ上げていくためにどういう施策を取るかってやるわけですね。じゃあ塾に置き換えて考えると、富士見川の近隣には学校がたくさんありますと。その生徒は全体のボスになりますね。その生徒が千人いる。その千人中何人がどっかの塾に行くか。 これが塾全体の獲得率ですね。いわゆる普及率です。じゃあ明大前はっていうと明大前の例えば藤見川だったら藤見川駅を中心にして証券2キロで自転車で帰ってくれるとしましょうか。そこの生徒数がボスになるわけですね。で何人通ってるかが普及率になりますね。明大前っていうのは電車で来ますから。 距離じゃなくて時間じゃないですか？そうなるとこの証券っていうのはものすごい広がるんですよ。もう2キロどころじゃないです。もう電車で来れば10キロかもしれない。この全体の生徒数がボスになる。例えば1万人だとします。その中の普及率が同じ富士見側と同じように10%でも1000人じゃないですか？はるかに違うわけですね。それをどれだけマーケットシェアゲーム奪い合うかってことですよね。 どっちで行くかっていうことですけどやっぱり証券が大きいところを取れないで競合他社がいないところにいくということは私はその軸は進化しないと思います。というのは子どもの学力もそうですしビジネスもそうなんですが競争して成長すするんですよ競争がないところに行くって言ったら油かいて <laughs> えもう成長力はないでしょうね競争力ないでしょうね。そういうい意味でもあえて 競合激戦地区に行って生き残るもう一回言うとお客さんの数もそんなないけども競争厳しくないそういうところで一店舗または塾一個だったらまあそこそこに飯食えればいいやだったらいいんですただ塾のチェーン店として展開していくということはやっぱりそれなりに競争力のある塾経営これが求められるわけですからそういう意味でも 激戦地区でサバイバルできなかったら多店舗展開でできないよってことですお役に立てましたでしょうか原田さんのご説明とっても分かりやすかったですね。ではまた来週